2022年2月24日、ロシア軍がウクライナに侵攻したとニュース報道がありました。はい、皆さんこんにちは。サバオカチャンネルのみさきだよって。いや、びっくりしましたね。まさかロシアが。最近私、タルコフっていうロシアのゲームに影響されて、AK だったりロシアの装備だったりとか結構興味あって、エアガンとか服装とかも集めてたんですけど、ロシアとウクライナ、昔は同じソビエト連邦っていう国だったんですけど、今は別の国になってますよね。そんなロシアとウクライナ、ちょっとまだ分かんないっていう人もいるし、私もぶっちゃけよく分かってません。なので今回はロシアとウクライナそれぞれの兵隊の使っている自動小銃、ライフルですね、の違いについて自分なりに調べてみたので動画にしました。実際調べてみて気がついたんですけど、やっぱりウクライナは昔ソビエト連邦だったっていうこともあって、ロシアとかなり装備が似ているんですが、2014年のロシアがクリミア半島に侵攻しましたよね。その時の影響もあって、装備も少しずつ少しずつ変わっていってるようです。そこら辺は今回の動画を見ていただければ、具体的にどう変わってるのかなんとなくわかると思うので、興味がありましたら最後まで見ていってください。それでは行く。まずロシアの位置ですが、この辺り、そしてロシアと国境を接するここ、拡大した地図がこちら、ここがウクライナです。2014年にウクライナは親ロシア派政権が失脚し、クリミア半島がロシアに併合されたり、いろいろとありました。これもう8年前なんですね。その頃からロシアとウクライナは緊張感が漂っていた気がします。そして今回はウクライナが NATO 北大西洋条約機構に加盟するかどうかで、ロシアがウクライナに侵攻するかしないかとなっていた時期のニュースでした。ロシアとウクライナ、軍事力の差はどれぐらいなのでしょうか。ロシアとウクライナの兵力差、ロシア軍兵力約27万人に対してウクライナ軍兵力約 16.9 万人、どちらも2016年のデータです。ロシアとウクライナの武器は何が違うんでしょうか。気になったので調べてみました。まずはロシア兵の武器、ロシア陸軍が採用している小銃は AK-12 と AK-15 のようです。 AK-12 は1947年に発表された AK-47 の5世代目にあたる銃で、2018年ロシア軍に正式採用されました。 AK-12 は今まで使っていた AK-74 系の 5.45×39mm 弾に対応していて、 AK-15 は AK-47 系の 7.62×39mm 弾に対応しています。そして AK-19 は M4 などで使われる 5.56×45mm 投弾に対応しています。意味がちょっとよくわからないんですけど、サバゲーで使うエアガンは基本的に直径 6mm の BB 弾を使うし、 AK でも M4 でもハンドガンでもどの銃でも同じ弾が使えます。なのであまり意識しないんですが、実銃では使う銃によって使える弾が全然違います。ロシアの小銃として有名な AK-47 や AKM は 7.62×39mm 弾を使うし、その後継種である AK-74 は 5.45×39mm 弾を使います。アメリカ軍の主力小銃である M4 は 5.56×45mm 投弾を使います。で、話についていけないんですけど。話がオタクすぎたので簡単にまとめると、アメリカなどの西側諸国とロシアなどの東側諸国では使っている銃も違うし、その銃で使う弾も違うよってことを伝えたかっただけです。そしてロシア軍の装備はいろいろありすぎるので、今回は小銃だけに絞ります。ロシア軍の主力小銃、現在主力なのは先ほども取り上げた AK-12 と AK-15 のようです。これは2018年に採用されたばかりなので、ロシア軍全員がこれを使っているわけじゃなくて、まだまだ前の世代の AK-74 を使っている部隊も多いと思います。実前のロシア軍演習のニュース映像でも AK-47 と思われるものを使っていました。その他ロシア軍が使っているのは AEK-971、 AN-94、 ODS-14、 SR-3、アスバルなどなど。狙撃銃では SV98、 SVD、 OSV96、 KSVK、 VSS などなど。機関銃では PRKK 機関銃、 PKP ペチェヌグ、コルト重機関銃、 NSV 重機関銃が使われているようです。
あ、忘れてたけどハンドガンはちょっと前の動画でも紹介した MP443 や GSH18、SP2、SPS、PSS、スチェッキンマシンピストル、マカロフなどです。実際全部が現役で使われているかわかりませんが、日本人にとってはあまり馴染みのないものだったので紹介させてもらいました。ウクライナ兵の武器。これも紹介しきれないので歩兵の小銃に絞ります。ウクライナは1991年までソビエト連邦に加盟していたので兵器はロシアと大体同じです。最近のニュース映像でも AK-74 と思わしき小銃を使っているっぽいです。でも最近のウクライナは国内で AR 系のライフル UAR-15 や UAR-10 などを作っていて、だんだんと西側の武器に変えていってるようです。とはいえ、ウクライナ国家親衛隊の Twitter 画像を見た感じだと AK が使われていたり、まだ AK 系のライフルの方が使われているんじゃないかなと思います。またニュースでも取り上げられている市民の義勇兵（地域防衛軍）では家にある武器を使っているっぽくて、 AK 系に限らず AR 系のライフルもちらほら確認できます。バレットっぽい対物ライフルも使われたりしているし、とにかくいろんな銃をかき集めて使っているっぽいです。私はロシアもウクライナも使っている AK-74 の電動ガンを入手したので、近いうちにレビュー動画を撮影して公開しようかなと思っているのでお楽しみに。はい、ということで最後まで見ていただき、はい、というわけで最後まで見ていただきありがとうございます。私が調べてみて一番印象的だったのが、2014年のクリミア侵攻を受けてウクライナ側もロシア装備だけじゃいかんと悟ったのか、自国で AR-15 を生産するようになって、それを自分たちの主力小銃にしていこうっていう流れもあるし、スナイパーライフルも今までは SVD、まあ、ドラグノフをずっと使ってたんだけども、それをやめて UAR-10 をスナイパーライフルとして使っていこうっていう流れが今後加速していくっぽいですね。とはいえ戦闘が始まってウクライナもまだまだ装備とか武器とかが全然足りてないし、兵力も全然足りてないので、ウクライナの兵士ではない民間の人も戦闘に参加していたりとか、民間の人たちも自分たちが持っている私物のねライフルだったりとか、家の倉庫にあったような古い銃とかもおそらく引っ張り出していってるんじゃないかなと思います。これから先戦争の影響で世界がどう変わるか分かんないんですけど、今後もロシアとウクライナの情勢を見ていこうかなと思いました。このチャンネルを見て不運そうなんだと思ってくれた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録とベルマークチリンチリンの方よろしくお願いいたします。次回はこれを紹介しようと思います。ではまた。今回の動画はいかがでしたか？動画の感想をコメントに書いてね。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。